歩む？おはよう。今日は早いのね。うん、今日は日直なんだ。早く来すぎたかなって思ったんだけど、ランジュちゃんはいつもこんなに早いの？そうよ、ランジュは何でも一番がいいから。でも一番乗り記録は昨日で終わりね。ごめん、記録の更新止めちゃったね。いいのよ、ランジュは高い壁ほど好きだから。次の記録を作るのが楽しみよ。それにみんなが来るまで歩むと二人でお話しできるなんて、記録を作るよりワクワクするわ。ありがとう。ねえランジュちゃん、入ってきた時になんて言ってたの？中国語でしょ？ザワ？ザワおはようって意味よ。誰も部室にいなくても挨拶するんだね。当然よ、部室もランジュたちの仲間だもの。ここで虹ヶ崎のみんなが成長しているんだから。私そういう風に考えたことはなかったかも。ランジュちゃんって素敵な考え方をするんだね。歩む、ランジュのこと素敵って思うの？うん、思うよ。ランジュも歩むを素敵だと思うわ。私たち親友ね。もちろんだよ。までちゃんと走れたね。なんとか。体力ついてきてるってことだね。そうだったらいいな。お、髪がおでこに張り付いちゃってるよ。ちょっとじっとしててね。はい、取れた。ありがとう、アイさん。今、リナちゃんボードがあったら、テレテレって感じかな。当たり、わかったの？そりゃ、アイさんとリナリーの付き合いだもん。わかるよ。そっか。は、さらにテレてるな。テレてる。照れずに喜んでほしいな。もちろん、嬉しいよ。ほんと？じゃあ、ハグしてリナリー。そしたらもっとわかるから。うん、ぎゅー。伝わってきたー。リナリー、帰りも走って帰りたいって思ってるよね。おっしゃー、もう一走り行くかー。それは、思ってない。行くよ、リナリー。カリンさん、お願いします。そう固くならないでリラックスして。じゃあ、行くわよ。そう、いい感じね。ゆっくり息を吐いて。じゃあ反対もね。はい、ぐーっと。くすぐったいです。あら、そう？私が代わりにやろうか？ええ、お願い、エマ。せつなちゃん、行くよ。ぎゅー。ダメです。ダメか。せつな、こっち側はくすぐったがりなのね。新しい発見だね。そんな発見しないでください。お二人だって弱いところはあるはずです。次は私が発見しちゃいますからね。私もカリンちゃんの弱いところ知りたい。なんでエマもセツナ側に行ってるのよ。エマだって弱いところを探される側でしょ。だって探す側の方が楽しいんだもん。さ、カリンちゃん覚悟して。
見て見て、カスミンが選んだ今日のランチプレートの組み合わせすごいよ。ナポリタンでしょ、エビフライでしょ、ミニハンバーグでしょ、チキンライスでしょ。おお、お子様ランチみたいだね。カスミってば子犬ちゃんの上にお子様なんだ。お子様じゃない、子犬でもないし。お子様ランチで喜ぶなんてお子様だよ。じゃあミヤコはナポリタン好きじゃないの？ちょっと甘いのがいいんだよね。まあ嫌いじゃないかな。エビフライは？食べなくはないよ。カナタちゃんなら一番に食べちゃう。ミニハンバーグは？もっと大きければいいのに。それは本当にそう。チキンライスは？なくはないかな。ほら、ミヤコだって全部好きじゃん。いや別に僕は好き嫌いがないだけだし。サラダとかあんまり食べないじゃん。はいはい、二人ともちゃんとお昼ご飯食べたら、かなたちゃん特製パウンドケーキがあるからね。お残しせずに食べるんだよ。はーい。その声は、しずくさんですか？そう、私、大阪しずく。すごい荷物だね。それじゃあ前が見えないでしょ？半分持つよ。よいしょ。すみません。いいの、いいの。これ、生徒会室まで運べばいいの？はい、ありがとうございます。お手伝いしてもらっちゃって。このくらいいいってば。私としおりこさんの仲じゃない。しずくさんと私の仲？うん、仲間でライバルで友達で同級生。いっぱい関係性があるのってなんだか嬉しいです。私としてはもっとたくさんしおりこさんのことが知りたいな。好きな本とか映画とかある？家に文学作品が多くあるのでそれをよく読んでます。映画は姉に誘われることが多くて、この前は恋愛小説家が宝探しのキーパーソンとして誘拐されてというものを見てきました。その映画面白そう。その後どうなるんだろう。小説のモチーフにした伝説が実は伝説じゃなくて、隠された宝の暗号を小説家が解いちゃってそれで誘拐されたとか。しかもその暗号は間違ってて、小説家を誘拐した人たちもひどい目に遭っちゃってて、最後は小説家と誘拐犯が仲間になって崩壊する洞窟から地底湖を通って脱出するの。あ、私またやっちゃった。ごめんね、ごめんね、つい妄想が膨らんじゃって。しおりこさん。ごめんなさい。語ってるしずくさん、目がキラキラしてて可愛くって。今日は私がしずくさんの新しい一面を知っちゃったみたいですね。